ジェフリー・デ・マルコ・ティーグ、ジェフリー・ダ・マールコ・テアグエ1988年6月10日帯はアメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリス出身のプロバスケットボール選手。ポジションはポイントガード。高校時代はインディアナ州でも有名な選手だった。大学はウェイクフォレスト大学に進学。2009年の NBA ドラフトにエントリーし、1巡目19位で、 アトランタホークスから指名された。マイク・ビビー、カーク・ハインリックの控えを経て、3年目の2011から12シーズンから先発に定着し、以後ホークスの中心選手として活躍。2013年夏に制限付き FA となり、ミルウォーキーバックスから提示された4年3200万ドルのオファーシートにサインしたが、ホークスが同額の契約を提示し、ホークスと再契約が決まった。 2015年の NBA オールスターゲームでは、控え選手として選出され、2014から15シーズンのチーム史上最高の60勝達成に大きく貢献した。2016年6月22日、ユタジャツなどが絡んだ三角トレードでインディアナペーサーズに移籍。7シーズン過ごしたホークスを後にすることになり、夢だったという故郷のインディアナポリスでのプレーが実現することになった。 しかし、チームは、プレーオフには進出したものの、クリーブランド・キャバリアーズ相手に4戦全敗を起死した。2017年7月1日、ミネソタ・ティンバーウルブズと3年5700万ドルで合意した。2020年1月16日、アレン・クラブとのトレードで、フルスのホークスに復帰した。オフに、FA となった。2020年11月21日に、 ボストンセルティックスと一年契約を結んだ。ピックロールが得意なスラッシャー型の選手で、インサイドプレイヤーのとのツーメンゲームを好む。弟のマーキスティーグもバスケットボール選手で、ケンタッキー大学から2012年の NBA ドラフトでシカゴブルズから指名されたが NBA には定着できず、現在はウバットルのロシアでプレーしている。NBA オールスターゲーム出場。 2015年、ありがとうございます。